優勝を果たして胴上げされる巨人、阿部慎之助監督イコールマツダスタジアム、撮影、根本聖、セリーグ、広島巨人、25回戦、28日、マツダ優勝へのマジックナンバーを1にしていた巨人が広島を8-1で下し、セリーグを4年ぶりに制した。1リーグ時代の9度を含む通算48度目の優勝を飾った、大勢投手、25が胴上げ投手になった。就任1年目の阿部慎之助監督、45が伝統球団を再建した。開幕直後は出遅れたが、シーズン中盤に戦力を再整備。9月に入って、直接対決で、広島を叩き、阪神の追い上げを振り切って、そのままゴールした。試合終了後には、マウンド付近に選手が集まり、阿部監督の目には涙も。指揮官は、選手から、現役時代の背番号と同じ数の10回胴上げ、された。巨人は12年ぶり23度目の日本一を目指し、クライマックスシリーズには10月16日開始のファイナルステージ6試合制から出場する。一球速報へ、プロ野球日程へ。